どうも、レオです。ポチです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは、サカツクロードというワールド、ギャッと弾いていきたいと思います。はい。はい。大型アップデートが、済み。うん。ね、いろいろ変わったね。パッと見のなんかこのレイアウトとかも細かいというか変わってたりするんですけど。あ、そうなの？そう。これ前までクラブのこのエンブレムがこの左側にあってさ。あ、なるほど。ちょっと変わってるんだ。変わってる変わってる。なんだろう、いろいろと本当に変わってたりするので、うん、あ、ここもとか、一番でかかったのはアクセサリー枠が増えた。へえ、いいな、それは。これはね、やっぱりありがたいよね、ソシャゲにおいて。そうだね、どんどん増えてくるね。アイテム枠が増えるとかさ、選手枠が増えるっていうのはさ、いや、ほんと非常にありがたいアップデートが来ましたけども、同時に。まあ、この前、アトレティコ・マドリンのクラブの選手でのフォーメーションコンボが来たじゃないですか。うん。したら、まあ、黙ってないですよね。それはそうですよね、って思って。はい。レアル・マドリード。うわ来ました。そして、ここにもなぜかいらっしゃるフィーゴ。フィーゴ？お前、この前出たばっかだな、っていうさ。フィーゴだね。はい、フィーゴ。まあ、これレジェンドですね。そして、ベンゼマ。ベンゼマ。で、まあ、セルヒオ・ラモス。ラモス。で、アザール。で、クルトワ。で、他にも一応選手としては、あれですね。この、バルベルデ。がいたり。うん、あとは、ここに今出てなかったので言うと、カルバハル。うん、サイドバックと。うん、あと、ミリト。ミリト。っていうディフェンダーがいたりとかっていう感じだね。で、多分ラモスは、今まで通りこの感じ、まあ、暴れ馬とか思ってますけど、とか。あと、フィーゴかな、まあ、ここでも、この人、右サイドのカゲルの。かっこいい。まあ、チーム戦時サイドアタックの時に、ライトウィング、ライトミッドフィールド、ライトサイドバックの、先日サイドアタックの選手のドリブルとトラップ、ダイアップっていう、まあ、レーンのやつだよね、スキルがついてますよ、という感じで、残りはそんな誰か特別なものがついて、まあ、新しいスキルとかはついたりするんだけど、っていう感じですよ、と。で、また、ってことはなんだけど、まあ、レアル・マドリーのジダン監督。うん、まあ、ここではジランになってますけど、うん、の新しいフォーメーションコンボが来て、うん、そのフォーメーションコンボに、また、あれですよ、うん、レアルの人が一人増えるごとにパーセンテージアップみたいな、バフレスみたいなサイドアタックが出てきましたと。うん、今、提供割合は、まあ、いつものように、まあ、一発目は10連の時で 10%、最後の10枠目が 10% ですよっていうやつですけど。じゃあ、まあ、正直今サイドアタックってそんなにやってないんですよ。うん。なので、まあ10連。あ、なるほど。10連？うん。いいよ。か、20連。か、20連。そこ意志が弱いことで有名なんでね。まあ、つっても一旦10連で何か出たら嬉しいなって思いながら、やると思います。はい。行くぜ。どうかな、盛り上がれ。お、盛り上がってるよ。あ、でもダメか。盛り上がってきてたけど。お、え、盛り上がってるよ。え、アザール、アザールだ。お、や、え、嬉しい。やった、やった。え、と、嬉しい。もっと喜んでくれる。いや、アザール好きなんすよ。やったじゃん。じゃあもっと喜びなよ。びっくりしちゃって。あの、人ってびっくりすると。そうだから本当にあのガチャの動画いっぱい出してるけど、本当配信者としてクソだなって思う時はある。そうだね。うん、本当にびっくりすると声出なくなるっていう。もっとオーバーリアクションになってるさ。最後にもまた枠があるんでしょ。当たるかもしれない枠。10% だね。 10% があるんでしょ。きたー、これ。あの、最近、レオの得意のね、特別確定枠。特別確定枠。特別枠、もう本当にあれだもんね。
お仕事する、今日は。してほしいよね。3つ貼ってあったから星5来たかと思ったじゃん。思ったよね。思ったじゃん。なんかそういう。お仕事。そろそろお仕事の時間。そろそろお仕事の時間ですよ。起きて、起きて。来い、来い、このまま。来た。はい、どう？違う、まだだった。まだか。次か。あ、ブルーのフェルなんですね。次、来た。はい、はい。あれ？もうちょい。獲得枠まだ？まだ、みたいなね。次？次じゃない。来た？あ、あ、え？お。あれ？お仕事してるんじゃない？してるじゃん。してるじゃん。お仕事できるじゃん。お仕事したじゃない。あれ？やった。やった、2枚。え、2枚来た。すごっ。え、すごっ。マジか。あ、よろしくお願いします。お願いします。ありがとう。ありがとうございます。あれ、マジか。やったね。やった。え？じゃあ やめとこうかな。もうだ、もういい気分で終わった方がいい。次来たらもう、次来たらダメ。これでよく出すダメですよね。ダメ。そうだよね、うん。1月20日まであるしね。そう。まだこの後もなんかありそうだしね。うん。大事にしてた方がいいよね、これね。もうこれ以上の運はもうないよ。うん、そうだよね。うん。わかった。もうここはじゃあ一回止めとくわ。うん、止めよう。ここで。うん。いや、やったわ。じゃあ嬉しかったから、アザルにしよう。うん。だって全部特徴 S ですよ。やゴールハンターに、勝負心、野生の嗅覚ですって。すごい。やったね。やったぜ。やったぜ。育てを、うん、ちょっとまたフォーメーション見直さなければいけないサイドアタック。楽しみだね。まあ、それも含めて楽しみ、うん。いやーよかった。10連回してみたら会話あったね。うん、すげえ噛んじゃった。なんで最後噛んだの？ダサいね。相変わらず閉まらないね。まあまあ、これからも楽しんでいきます。じゃあ、今回ここまでで最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。では、次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。